the some, but now people are moving to iron sheet. 今日は皆さんに一つの質問をしたいと思います。皆さんは過去1ヶ月の間に見知らぬ人を助けましたか？この質問にすぐに答えられない人も多いかもしれませんが、実はこの質問は世界140カ国で調査されているものです。そしてここウガンダでは世界で11番目に多くの人が1ヶ月以内に見知らぬ人を助けたという結果が出ました。ほんまにウガンダの人が見知らぬ人に優しいのかを調べるために今日は一人のゲストを呼んでます。ジェスティス。 I'm Justus Christopher. This is my home in Kabale Town, Uganda. 今日は彼の家に泊まります。ジャスティスとはこの日初めて出会いました。インターネットを通じてホームステイを受け入れてくれたんです。一緒に過ごしたお母さん、妹、そしてお兄ちゃんです。彼らは見知らぬ僕たちに対して温かい寝床と美味しいご飯、さらにはお土産までプレゼントしてくれました。さらに Justice, I wanna experience Uganda life. というと、ジャスティスは僕たちにウガンダのめちゃくちゃ美味しい朝ごはんを教えてくれたり、ローカルなマーケットに連れて行ってくれたりしました。その後も車でカバレ一の絶景を見せてくれたり、彼の育った村に連れて行ってくれました。なぜ彼は見知らぬ僕たちを助けてくれたんでしょうか。 Why do you help strangers?I help strangers because I feel as one world, we are one people. 、これがウガンダです。 Have nice tips. See you again.